チャンセラーズビルの戦いは南北戦争の中盤1863年4月30日から5月6日にかけてバージニア州スポットシルバニアコートハウスの村落近くで行われた戦闘である。北軍ジョセフ・フッカー少将のポトマック軍が勢力では半分の南軍ドバート・イーリー将軍の北バージニア軍と海戦を行った。 これはリーが危険を承知で遥かに優勢な敵軍の前で自軍を分割して成功したので、その完璧な戦闘と呼ばれている。戦闘におけるリーの大胆さとフッカーの臆病さが相まって北軍にとって深刻な敗北となった。南軍は勝利したが、友軍の重火でストーンウォール・ジャクソン・中将が致命傷を負い、その損失はリーをして、 私の右腕を失ったと言わせたように暗雲を投げかけるものになった。チャンセラーズビル方面作戦は1863年4月27日朝に北軍がラッパハノック川を渡ったことで始まった。北軍はラピダン川をジャーマナアサセとエリーアサセを使って渡り、4月30日と5月1日にチャンセラーズビル近くに集結した。5月1日に激しい戦闘が始まり、 北軍が5月5日から6日にかけての夜に川を越えて撤退するまで続いた。チャンセラーズビル方面作戦は南北戦争の中でも最大級に一方的な結果になる可能性があった。作戦の開始時点で北軍は戦場に出せる実効勢力133,868名を数えた。対する南軍はほぼその半分以下である6892名だった。 さらに、北軍は物資をしっかり補充し、数ヶ月間動いていなかったので休養も十分だった。一方リー軍は物資に不足し、部隊がバージニア集中に散開していた。ジェームズ・ロング・ストリート中将が指揮する北バージニア軍、第一軍団約1万5000名は、バージニア半島のモンドトリデやニューポートニューズに駐屯する北軍からのリッチモンド、さらには、 ノーフォークやサフォークに対する脅威に対処するために、ノーフォーク近くに駐屯していた。北軍が動かない時期が続いたこともあって、3月遅くまでに、ロングストリートの主要任務は、北バージニア軍の新しい食料調達部として行動すること、すなわちノースカロライナ州やバージニア州の農夫や農園主からリー軍のための食料を請求することに変わっていた。 その結果、ロングストリート配下のジョン・ベルフット少将と、ジョージュ・ピケット准将の2個師団は、リー軍から130マイル離れており、気球の場合にも1週間以上かかって到着する可能性があった。リーは1年間近く式を取り続けた後で、これらの部隊を直接支配から引き離したことは、その重大な計算ミスであった。リーはそれら部隊を呼び戻せると期待していたが、 実際にはその勢力で劣る北バージニア軍救援のためには間に合わなかった。さらに重要なことは、それまでの北軍ポートマック軍の指揮官たちが言ったよりも、優れた作戦のもとに戦いが始められたことだった。GH シャープ大佐が指揮した北軍軍事情報局の完璧な調査によって、リーの北バージニア軍の勢力、その組織、さらにどこに配置されているかまで、 国軍の指揮官はこれまでより、はるかに正確につかめていた。捕虜、脱走兵、コントラバンド及び逃亡者といった、通常の情報源に問いただして集めた情報とは、別に、情報局は、不評隊や、機兵隊の偵察部隊、陸軍信号司令部の信号場及び、熱気球部隊による観測を含めた、情報源からの情報を、初めて総合させた。シャープ大佐は、 軍隊から石膏を募集し、民間からスパイも入れてリー軍に潜入させ、直接情報局に報告させた。この新しいやり方で、以前ジョージ・マクレランがポトマック軍を指揮していた時に、アラン・ピンカートンとその探偵たちから得ていた荒っぽい過剰な推計よりも、直面する敵軍のはるかに正確な情報をフッカーは手に入れることができた。フッカーは、 このより現実的な情報で武装し、側面攻撃の作戦を立てたが、これはアンティータムの戦いや、最近のフレデリックスバーグの戦いで起こったような、損失を覚悟する、正面攻撃を避けることを期待するものだった。チャンセラーズビルの戦いの再現、2008年5月北軍は、ラッパハノック川越しに、リー軍と向かい合っていた、東気宿営地、フレデリックスバーグ周辺から出発した。 フッカーは大胆なリー軍の挟み撃ちを考え、4個軍団を密かに北西に行軍させ、それから南にラッパハノック川とラッピダン川を渡って、東に転じ、リー軍の後方を襲わせることとした。残りの軍団は、フレデリックスバーグを抜けて、リー軍の正面を攻撃することとした。一方、ジョージ・ストーンマン少将が指揮する7500名ほどの騎兵隊は、 南軍の後方深く襲撃を行い、アメリカ連合国の首都リッチモンドからフレデリックスバーグにつながる鉄道に沿った重要な補給基地を破壊させ、リー軍の通信線と補給線を遮断することとした。この大胆で攻撃的な作戦を後に、ストーンマンの襲撃と呼ばれた。4月27日と28日、ポトマック軍の4個軍団が数カ所でラッパハノック側とラピダン側を渡り、 その大半は二つの川の合流点とチャンセラーズビルの小集落近くを通過した。チャンセラーズビルはオレンジターンパイクとオレンジ木道の交差点にあるフランシス・チャンセラー家が所有する大邸宅以外ほとんどないような集落だった。一方、ジョン・セジウィック少将が指揮する別動隊3万名以上はフレデリックスバーグでラッパ・ハノック川を渡り、ストーンマンの騎兵隊は リー軍広報地帯に向かうその動きを始めた。フッカーはラッパハノック川の南にある深い森の荒野では実質的に騎兵隊が有効でないと考えたので騎兵隊の大半をこのようなやり方に使ったためにその主力側面攻撃軍で活動できる騎兵隊は一行旅団を残すのみだった。南軍の JEB スチュアート少将が指揮する騎兵隊は常に リーに情報を流す一方で、フッカーには同じような情報が流れないようにすることで、迫り来る作戦行動に重要な役割を果たすことになっていた。5月1日までに、フッカーは約7万名をチャンセラーズビルとその周辺に集中させた。リーはフレデリックスバーグにあるその作戦本部から一般に認められる戦争の原則を破ることに決めて、 優勢な敵軍の面前で自軍を二つに分け、積極的な行動で、フッカー軍が自軍に対して十分に集中できる前に、その一部を攻撃して破ることを期待した。D は重厚に防御を施したメアリーズコーチに、ウィリアム・バークスデール巡将の一個旅団を、またプロスペクトヒルには、ジュバル・アーリー少将の一個、師団1万2千名を残して、 セジウィックの軍団の前進に抵抗させ、ストーンウォール・ジャクソンには西に向かって、リチャード・イーチ・アンダーソン少将の部隊と合流して4万名の軍隊となり、チャンセラーズ・ビルのフッカー軍に対処させることとした。南軍にとって幸いなことに、ラッパ・ハノック側に沿って、厚い霧がこれら部隊の作業を隠し、セジウィックには敵の意図がつかめるまで攻撃を待たせる選択をさせた。 ジャクソン将軍が西に向かって5月1日朝にアンダーソン隊と合流したのと同じ時にフッカーは東に進んでアンダーソン隊への攻撃を命じその地域に特徴的な通過の難しいヤブとバージニア松の林を抜けて部隊を押し出させたこれは北軍の多くの指揮官たちにとって勝利の鍵と見られていたスポットシルバニアの荒野と呼ばれる森の中で大部隊の 北軍が戦えば、大砲は、荒野では、大きな効果を与えられないであろうから、その砲兵隊の大きな利点が極小化されると、見込まれた。戦闘は、南軍、ラファイエット・マクローズ少将の師団と、北軍ジョージ・ミード少将指揮下、第五軍団の最右翼、ジョージ・サイクス少将師団との間で始まった。サイクスは、ウィンフィールド、 スコット・ハンコック少将の援護で秩序だった交代を始めた。フッカーは潜在的に都合の良い状況にあったにもかかわらず、その短時間の構成を止めた。その行動は初めてそのように大きな組織の複雑な行動を扱うことに対する自信の無さを表していたかもしれないが、この方面作戦を始める前に小さなリー軍に大きなフッカー軍を攻撃させて、 防御的に戦おうと決めてもいた。フレデリックスバーグの戦いでは、当初北軍が攻撃し、損失の多い敗北を喫していた。フッカーは、リーが、そのような敗北には耐えられず戦場で実行ある、軍隊を保てないことを知っており、そのために、荒野の中に部隊を退いて、チャンセラーズビル周辺で、防御的体制を取らせ、大胆不敵なリーに攻撃させる火星力の優勢を、 保ったまま退こうと考えた。リーは、フッカーの打った手を受け入れ、5月2日の攻撃作戦を立てた。その前夜、リーとジャクソンは、すでに2つに分けた自軍を、さらに分割する、危険性の高い作戦に合意した。ジャクソンは、その第2軍団2万8000名を率いて、北軍の右手に回って攻撃する。 一方リーは残る1万2000名を自ら指揮して、チャンセラーズビルで7万名のフッカー軍全軍に向き合うというものだった。この作戦を働かせる過程で、いくつかのことが必要だった。まず、ジャクソンは、北軍右翼に着くまでに曲がりくねった道を12マイル、行軍すること、しかも、それを見破られないようにすることが必要だった。次にリーはフッカーが、 静かに防御姿勢を続けることを期待せねばならなかった。3番目はアーリーがフレデリックスバーグでセジウィック軍をせき止めておく必要があった。またジャクソンが攻撃を開始した時に北軍の備えがないことも重要な期待事項だった。これらすべての条件が叶った。ほぼ1日を要したジャクソンの長い側面回り込みの間、スチュアートの指揮する南軍機兵隊が 北軍の注意を流行らせた。唯一ジャクソン軍団が指認されたのは、チャンセラーズビルの南で北軍から攻撃される直前であり、しかも、これが南軍の利点として働いた。フッカーはそのストーンマン式揮下の騎兵隊がリーの供給線を遮断し、リー軍は尻底をとしていると思った。それゆえにその場所に泊まり全軍攻撃を考えようと、せず、ダニエル・シックルズ少将の 第3軍団1万3000名を発見しただけだった。シックルズは、ジャクソンの第2軍団から一握りの兵士を捕まえただけで停止した。フレデリックスバーグでは、電信線の欠陥のためにセジウィックとフッカーの間の更新ができなかった。5月2日の夜、フッカーがセジウィックにアーリー隊を攻撃するよう命令を発したとき、セジウィックは、 アーリー隊の方が事態よりも多いと思い込んでいたために攻撃することができなかった。しかし、その後の北軍の悲劇に最も大きくつないだのは、北軍第11軍団長オリバー・オー・ハワード、少々の無能だった。ハワードの1万1000名の部隊は、北軍前線の左右翼に配置されており、仮に、フッカーが命令したとしても、九州に対する備えを何もしていなかった。 北軍の右側面は自然の障害の何にも接しておらず、荒野に向けられた二門の大砲が側面攻撃に対する防御と言えるものに過ぎなかった。また、第十一軍団は指揮の低い部隊だった。当初はフランツ・シーゲル順将が指揮しており、その大半がドイツ人移民で構成されていたために、シーゲルがドイツ人ではないハワードと交代させられたので不満を。 抱いていてた移民の多くはあまり英語が話せず、ポトマック軍の他の部隊とは、少数民族であることから来る摩擦が生じていた。軍団の戦闘準備も悪かった。23個連隊のうち8個は戦闘経験がなく、残る15連隊も戦闘で勝ち側になったことが、なかった。午後5時半ごろ、ジャクソンの2万6000名が、荒野から飛び出してきて、 大半の兵士が夕食の準備をしていたハワード軍団を吸収した。ハワード軍団のうちの4000名以上が一発の銃弾を発することもなく捕獲され、残りの大半は改装した。第11軍団の一個師団が立ちはだかったが、間もなく同じように退却させられた。夜が来るまでに、南軍の第2軍団は2マイル以上を前進し、チャンセラーズビルが視界に入るところまで迫り、 リーの本体との間には、朝の攻撃後そこに止まっていたシックルズの軍団があるのみとなった。フッカーは戦闘の最盛期に、南軍の砲弾がその作戦本部で寄りかかっていた木製柱を直撃した時に軽傷を負っていた。フッカーは事実上指揮不能となっていたが、一時的にも第二指揮官、ダライアスコーチ少将に指揮権を渡すことを拒み、この失敗が、 翌日の北軍の行動に影響し、戦闘の残り時間を通じて、フッカーが度胸をなくし臆病な行動をすることにつながった。フッカーはこの時南軍の前線の中に突出部となっていたシッケルズの陣地を保てるかその能力が心配になり、その夜、第三軍団をチャンセラーズビルに退かせた。このことは南軍に二つの利点を与えた。 一つは、ジャクソン軍とリー軍を一つに再結合させたことであり、もう一つは、ヘーゼルグラブと呼ばれる森の中の高い空き地を支配させたことで、そこは大砲を効果的に使うことのできる数少ない場所の一つだった。その夜、オレンジ木道に沿ってその軍団の前を偵察していた、ジャクソンは誤りを犯した。その日に対象したジャクソンは、フッカーとその軍隊がその湿地を回復し、 反撃を計画してくる前にその奪った利点を抑えて、おこうと思った。北軍が反撃すれば、絶対的な勢力差のためにこの時なら、成功した可能性があった。ジャクソンがその夜木道に切り、入れた時に後ろにいた、南軍第二軍団の兵士にそれと見分けられず、友軍の銃弾で撃たれた。傷は命に別状はないものだったが、腕を切断した後に肺炎にかかり、 ジャクソンは5月10日に死んだ。その死は南軍にとって衝撃的な損失だった。5月3日、ジャクソン負傷の後で第二軍団の指揮を引き継いだ AP ヒル少将は自らも負傷して指揮不能の状態だった。ヒルは軍団の最上級将軍であるロバート E ローズ巡将に相談し、ローズは JEB スチュアートが指揮を取る。 よ説得するというヒルの決断を目諾し、その後にリーに知らせた。スチュアートは前前線にわたる集中攻撃をかけたが、これはヘーゼルグラブから兵を退いたフッカーとその地点に据えられた大砲から北軍砲兵を砲撃したことに助けられた。スチュアートが再度北軍前線に集中攻撃をかけた、夕方に激戦が起こり、それはその圧力と、 補給や援軍がないことのためにゆるりと尻すぼみになっていった。南軍はその日の午後までにチャンセラーズビルを占領し、フッカーはそのボロボロになった部隊を最後の退却路であるユナイテッドステーツ浅瀬を囲む防御線まで退かせた。リーはまだ勝利を宣言できなかったし、フッカーも敗北を認めていなかった。5月3日のチャンセラーズビルでの戦いが最高点にあったとき、 フッカーは、再度セジウィックに、敵前線の突破とリーグン背後への攻撃を要求した。セジウィックは、再びそれが遅すぎる時になるまで遅れた。その午後、セジウィックはやっとアーリー陣を攻撃し、突破していた。しかし、それは3日の遅い時間であり、フッカーの助けにならなかった。実際に、カドマス・エム・ウィルコックス巡将の指揮するアラバマ州の、 単一旅団がフレデリックスバーグより西のオレンジ木道で遅延戦術を行い、ただでさえ鈍いセジウィックの前進を遅らせた。その日の午後遅く、チャンセラーズビルからラファイエット・マクローズ少将の援軍が到着しフレデリックスバーグの西4マイルのセーラム協会でウィルコックスと合流した。この南軍合同部隊がチャンセラーズビルに向かうセジウィック軍の歩みを止めた。 1863年5月3日の戦闘は南北戦争の中でも最も凄まじいものとなり最も流血の多い戦いに位置づけられてもおかしくない。両軍ほぼ均等に総計約1万8000名がこの日だけで倒れた。チャンセラーズビルの戦い5月4日の配置5月3日の夜と4日の終日、フカーはその防御線に止まる一方でデ D とアーリーは セジウィックと戦った。セジウィックは、アーリーの防御線を破った後で、愚かにもフレデリックスバーグを確保しておくことを、忘れていた。アーリーは、単純に元に戻って、市の西側にある高地を占領し、セジウィック軍の退路を塞いだ。一方リーは、チャンセラーズビルの前線からリチャード・ H アンダーソン、少々の師団を呼び寄せ、セジウィックが対戦している敵外かに少ないかを、 認識できる前にマクローズ隊を補強した。セジウィックは状況が変わると攻撃の判断ができずに防御の姿勢を取ることに決め、その日1日抵抗した後で5月5日の夜明け前にバンクス・アーサセでラッパ・ハノック川を渡って退却した。これはセジウィックとフッカーの間のまたしても連絡不足の結果だった。フッカーはセジウィックがバンクス・アーサセを守っていてくれることを望み、 そうすれば、フッカーの本体がチャンセラーズビルを引き上げて、バンクスアーさせて川を渡りもう一度戦えると考えていた。フッカーはセジウィックが川を渡って引き上げたことを知ると、作戦を打ち切るしか選択肢がないと感じ、5月5日から6日にかけての夜に川を渡って引き返した。ストーンマンは、バージニア州中部と南部を一週間降下の出ない襲撃を行い、 フッカーの設定した目標をどれも果たせずに5月7日にリッチモンドの東で北軍前線内に引き上げ作戦を終えた。この戦闘はひどい条件で行われた。兵士たちは下映への通過もできないような迷路の中で迷いがちとなり戦闘が行われている間に多くの伸びが発生した。負傷兵が生きながら焼かれたという報告が多かった。リーは 勢力比でおよそ5対2と劣勢でありながら、この戦争の中でも間違いなく最大の勝利を挙げたと、されている。しかし、恐ろしい代償も払った。戦闘に関与した不評はわずか5万2000名で、あったのに損失は1万3000名以上となり、損失率は25%ほどにもなった。南軍の、その限られた人員では、その損失を補えない事情があった。 さらに深刻なのは指揮官クラスの将軍数人を失ったことであり、中でもジャクソンはその最も攻撃的、野戦指揮官だった。フレデリックスバーグのメアリーズ高地にある、イシカベ背後の南軍病の死体、八百六十三年五月、チャンセラーズビルの戦いで戦死。撮影は、AJ ラッセルフッカーはこの方面作戦を百のうち八十のチャンスがあると信じて始めたが、 一疎通の誤り、指導的将軍たち何人かの無能さ、及び、フッカー自身のいくつかの誤りによって、戦闘に敗れた。フッカーの誤りには、5月1日に攻勢を、中断したことと、2日に、シックルズにヘーゼルグラブを諦めさせ交代させたことがあった。またその部隊の配置も誤った。ポトマック軍のおよそ4万名はほとんど、発砲することもなかった。 フッカーは後になぜ5月1日に前進を止めるよう命令したかを尋ねられたとき、私は初めてフッカーにおける信頼を失ったと答えたと言われている。しかし、スティーブン・ W ・シアーズはこれを神話だと分類している。このことより、ジョセフ・フッカー将軍の軍人としての評判を傷つけたものはなかった。ジョン・ビックローのチャンセラーズビル方面作戦からの引用、数ヶ月後、 フッカーが、ゲティスバーグ方面作戦で、ポトマック軍と共にラッパハノック川を渡った時、アブナーダブルデイに尋ねられた、フッカー、チャンセラーズビルではあなたに、何が起こったのだフッカーは、率直に答えた、ダブルデイあの時は、フッカーの中の自信を失ったのだ。シアーズの研究では、ビクロウが1903年にダブルデイの北軍がいい軍団で参謀だった。 E.P. ハルステッドが書いた手紙から引用していると示した。ゲティスバーグ方面作戦の間、フッカーとダブルデーは数十マイルも離れており出会ったとか出会う機会があったというような証拠はない。最終的にダブルデーは1882年に出版したチャンセラーズビル方面作戦の記録でもフッカーからそのような告白があったということに触れていない。シアーズは次のように結論付けた。 その出来事から40年後、年取った元参謀士官のハルステッドが、ほのかに覚えていたキャンプファイヤーでの物語をうまく受け売りしたのであり、この作戦の歴史における彼自身の役割を悪く作ってしまったと結論つけるしかない。ジョーフッカーがチャンセラーズビルで失敗したにしろ、彼は公にそれを漏らすことはなかった。 戦闘に関わった9万名の北軍の中で1万7千名強が戦闘で倒れ、損失率はリー軍のものより小さかった。ただし、これには5月2日に強行に陥って戦うことなく、捕獲された第11軍団の4千名は含まれていない。フッカーがリー軍に自軍を攻撃させようとした戦術は明らかに概念として健全だが、フッカーと その部下達が行った方法には恐ろしく欠陥があった。実際の戦闘では、北軍が D のそれまで無敵の兵士たちと同じくらい戦闘で手強くなったことを示した。北軍はこの敗北に衝撃を受けた。エーブラハムリンカーン大統領は、おやまあ、この国は何というのだろうと言ったとされている。何人かの将軍はその経歴に傷がついた。フッカーは、 ストーンマンを無能と考えた。コーチは、フッカーの戦闘時の行動に嫌気がさし、軍隊から除隊して、ペンシルベニア州民兵隊の指揮に就いた。フッカーは、ゲティスバーグの戦い直前にあたる6月28日に、解任された。チャンセラーズビルの戦いは1864年5月の、アラノの戦いの戦場と近く、スティーブン・クレインの1895年の小説。 アカイブ交渉の下地になっている。チャンセラーズビルの戦い戦場跡の一部は現在、フレデリックスバーグ及びスポットシルバニア国立軍事公園の一部として保存されている。ありがとうございます。